はい、どうもこんにちは。こんにちは。さあ、本日はですね、前回やった僕のブリガロンデッキと奥さんの魔法使いデッキがあったんですけど、はいはい、それはまあ初めてセットに入っていたデッキをそのまま使ったものになります。はい、で、今回は、先日ね、ここに載せておきますけど、せっかく開封をしました、はい、第1弾の復刻版のカードを、デッキの中に組み込みまして、はい、対戦をしたいと思います。はい、では、では早速ですね、お願いします。お願いします。さあ、デッキを切りまして今度こそ勝つんだで結構ね、何戦かしてるんですけどねちょっとね、私ね、すごく強いね、そうなんコンボをね、コンボ？コンボ、はい、コンボってまあ2枚以上のカードを使ってまあ、試合をね、有利に進めるものなんですけど、はい、見つけてしまったんですよね。もうね、本当に、でもね、今日はねコテンパにやってあげますよ。よしよし。やれるもんだよって意味。ちょっとやっちゃいますよ。そうですね。もういいんじゃない？結構いいかも。あ、ちょっとこれ。これはいい。うん。いいかも。よし、そしたらこの3枚あれだ、サイドにね、うん、はい、では、はい、最初はグッじゃんけんぽい。お、奥さん勝ちましたね。勝ちました。どっち先行後攻？先行で。先行は、はい、ますでは、はい、はい、そりゃお、来たな。そうなんですよ、新しく入ったビリリ玉です。なるほど、はい、では奥さんからどうぞ。はい、なんだっけ、まず引くんだ。そうだね、はい、そうですね。あ、クライナってダメだね。本当だ、ダメだよ、ね、間違えちゃった。おー、すごいことした。でもポチェロあった。あ、そうだね、そうしてます。間違えました。はい、なんだっけ、エナジーをつける、エネルギーをつけるんだよねはい、で、もう技を使え、まだ一旦目は使 使える、使えないから、使えないだけ。そうそうそう、最初は使える。そっかそっかそっか。というわけで、じゃあお願いします。はい、はい、そうしたら、今これが来ましたね。これもね、新しいトレーナーズなんだけど、はい、どうしよっかな。よし、あ、カモネギがいる。ブルーを出して、エネルギーをカモネギつけて、今つけ、今気づいた、ポケモン入れて。そうですね、奥さんが恐れてる。あれ恐怖なんですよね。やってやりますよ。じゃあ起きる博士使います。1、2、あー、いいな、なんか3、いっぱい引けるっていいね。4、あれ1、2、3、4、5、6、7、はい、で、起きる博士を使いましたので、はい、私の番はこれで終了になります。はい、はい、じゃあ技は使いません。はい、いきます。じゃあどうぞ。はい、はい、あ、エネルギー、どうしようかな。グライナーで、あれ、2個出してんだっけ、もう1個、進化って、フォッコとか。あ、いいよ、いいよ。あ、いいのか。で、ちょっとハードボイルがいいな、これだな、つけとこう。で、ビリリ玉で攻撃します。はい、裏が出るまでコインを投げ、表の数かける10ダメージ。はい、はい、いきます、せーの、あおー、表、1回目、表、はい、ありがとう、せーの、ういっ、あ、裏、裏、はい、というわけで20ダメージ。はい、ではまあ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 、私はカモネギを使います。はい、で、ネギを叩く、50ダメージ。はい、はい、どうぞ。はい、カモネギはね、後から解説動画つけますので。はい、どうぞ。はい、カモネギ強い。あ、傷薬だ。はい、じゃあ傷薬、はい、どうぞ。傷薬使います。はい、なんだっけ、マイナス30、ね、マイナス30なので20で、で、ですね、どうしようかな、 TL の使います。どうぞ。はい、3枚引いてね。はい、1、2、3、おー、
この子もいる。この子出しとこ。出しとこうかな。じゃあビリリ玉で攻撃します。はい、どうぞ。はい、よし、全部表出たらさ、すごいんじゃないの。せーの、はい、おっ、そうね。よし、はい。あ、では、カモネギはですね、ネギで叩くという技を持っています。これは1エネルギーで、はい、50ダメージを与えるすごい強い技なんですけど、条件がありまして、はい、次の自分の番、このポケモンはネギで叩くが使えません。ほう。というわけで、このカモネギ、ネギで叩くが使えません。やった、叩かれない。ところが、はい、僕はカモネギをベンチに逃がして、ずるい、ずるいよ。で、はい、またエネルギーをこっちのカモネギに再度つけて、でこっちのカモネギのネギで叩くでビリリ玉を攻撃します。あ、でも頭いい。あ、なんだっけ。でビリリ玉。さあ、それでは解説しましょう。私が考え出したカモネギサイクルのご紹介でございます。このカモネギ、エネルギー一つで50ダメージも与えられるという低コストで高ダメージのネギで叩くという技を持っておりますが、デメリットとして連続では使えないということがあります。このネックを解消するために私はカモネギを2つ用意しました。このカモネギ、バトル場とベンチに用意して、バトル場のポケモンがネギで叩くを使ったら次のターンネギで叩くを使いません。そこでエネルギーをトラッシュをしてカモネギをベンチに逃がします。そして代わりにバトル場に新しいカモネギを用意して、このカモネギにエネルギーをつけてネギで叩くを使えば、なんと2ターン連続ネギで叩くを使います。そしてまたこのカモネギが使えなくなったら、ずっとラッシュすることによってベンチに逃がして、さっきのカモネギがまた出てきてネギで叩くを連続で休むことなく使うことができます。これをひたすら繰り返せば、どん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 エネルギー1個でネギで叩くが使える。これがカモネギサイクルです。でビリリ玉は死んでる。そう、あ、そっか、ちょっと傷薬無駄に使っちゃったね。そうだね。はい、ではサイドカード1枚引きます。はーい、上、はい、じゃあ、はい、行きます。誰出すの、誰出すの、なんだっけ。あ、そっか、死んじゃったからね。うん、ね、これなんだけどね、これでエネルギーが来てくれるといいんだけど。あ、エネルギーがないのね。そうなのね。ここでさ、進化しなかったらさ、攻撃できた。あ、エネルギーだ、やった。じゃあ、はい、どうしようかな。あ、でもちょっとね、モンスターボールあるので、どうぞどうぞ。モンスターボールでコインを投げて、あ、そっか、表が出れば引けると。お、表だ、いい、ね、はい、今日コインいい感じ、コインいい感じ。なんかさ、エネルギーが取れれたらもっといいのにね。あ、これがいいな。はい、ビリリ玉、うん、あ、で切るんだよね、うん、はい。で、奥さんのビリリ玉は僕のカモネギ対策で入れたんだよね。そうなのよ。そうなんだけどね。カモネギが何しろ強くて。じゃあハードバイトで攻撃します、カモネギを。いいよ。コインを表になったらいいんだよね。うん、せーの。あ、うん、よしよし。ダメだ。まあ40ですね。カモネギ何、うん、70まであるね。70。そっか。ブルーにつけて、え、また逃げたら、逃げる逃げる、ネギで叩く使えませんので、はい、逃げてこのカモネギを出してネギで叩くで攻撃しますと。よし、うわ、なんかやっぱすごい、なんか、あ、50、山札、あと40、うん、参ったな。あら、ちょっと待って。あ、そっかそっか、いいんだいいんだ。じゃあハードバイトで攻撃します。はい、表が出ればカモネギ取れると、はい、せーの、表、おー、やられた。やった、よし、これでカモネギサイクルが使えなくなってしまう。そうよ、そう、え、カモネギ出てくればいいんだ。じゃあサイドカードどうぞ。よし、よしよし、あ、そっか、はい、違う、サイドカード、サイドカード、あ、サイドカード、サイドカードだ、そうだ、失礼しました、サイドカード、はい、あ、じゃあ私の番ですね。はい、そしたらまずは、はい、草エネルギーをつけて、ではカモネギのネギで叩くでグライナをやっつけます。死んじゃう、うん、あ、50だっけ、ダメージ、うん、あ、そんな、よしよし、
はあ。さあ、最後からあと1枚。はい。そうですね。どっち出すの？どっち出すのかな？どうしようかな。あ、これだな。連続転がりのビリリダマがいいんですけど、ないんですよ。あ、私取ってないよね、これ。ごめん。あ、エネルギーあと出た出た。ありがとうございます。じゃあ、これを、これで一気に倒せるように表をいっぱい引きます。せーの。よし！はい、あと1。あと何回？あと1回で倒せる？うん。じゃあちょっといくよ。せーの。あう！もう残念。なーんで？あとちょっとなんだけどね。TL の使います。おえー、TL の出た？出ました。すごい。あと1枚じゃん。カモネギはサイドカード。ネギで叩くが使えないので、はい、ブルーを出して、はい、あれブルーってなんだっけ、頭突きかで、はい、7連続ってことはまずないだろうから頭突きで、はい、20ダメージ。はいよ。さあどうぞ。ありがとうございます。あ、エナジー来た。エネルギーか。じゃあね、そうだね、トリミアンにしよう。トリミアンにつけといて、スターボール、いや、あ、じゃあもう攻撃しよう。はい、ビリリダマ攻撃します。いきます。いいよ。せーの。はい、1回目。1回目。せーの。それ。あー！そうだねー。うわ、ほんとダメだな。では、はい、ブルーを逃がします。あれ？ちょっと待って。ん？ダメージ受けた？1回だけね。あ、そっか。で、あ、そっか。エネルギー回収を使って、はい、エネルギーを回収して、はいはい、エネルギー消費が激しいデッキなんでエネルギー回収も使いました。エネルギー回収なんてある？はい、でネギで叩くでビリリ玉を攻撃。大変。いらない。というわけでこの勝負も、はい、夫の勝ち。というわけでですね、今回私はひどい、このカモネギを散々だ、2体使うことによって、はい、このカモネギをこうサイクルさせること、はい、それで、敵をまあかなりのスピードで倒すことができるようになりました。はい。結構ね、今ねこれがハマってて、奥さんと夫でカモネギが参入してからは結構僕が強いんですよね。そう、なんかコテンパンにやられちゃうね。であんまりもやられるもんで、奥さんがね新しいカードが欲しいなんてことをね言い出して、どうも奥さんでドハマりしたような感じなんですけど、まあ、またそれはねまた次回にでも動画でご紹介できればと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。カモネギ最強。悲しい。